皆様こんばんは。5月の14日午後9時24分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日もうね、5月も月中に差し掛かろうとしている14日の日曜日でございます。明日がね、ちょうど5月の中間地点あたりになるわけでございましょうか。早いですね。もう毎回言っておりますけれども、時間が経つのがね、恐ろしいぐらい早いと。もう2023年第2四半期に突入しまして、まあ4月からね、第2四半期でございますけれども、第2四半期に突入しまして1ヶ月半が経過いたしました。あと1ヶ月半経つと、もうね、言ってしまうと7月に突入ということで、まあ2023年的に行くとね、第3四半期に入ってくると、残りはもう第3、第4四半期とあと半年というようなね、形になるわけでございますけれども、皆様いかがでございましょうか。仮想通貨業界ね、来年2024年が半減期が来ると当然こう言われているわけでございますけれども、スケジュールが先延ばしになるということはそこまでね、まあないのかなと、大幅に先送りになるということはまあないのかなというところで、まあ順調にいけば、来年の3月から4月ぐらいかなに半減期が あるというところでございます。もう仮想通貨業界的に言うとね、もうビッグイベント中もビッグイベントでございましょう。やっぱり例年とか、ごめんなさい、例年じゃないですね、毎半減期ごとにやっぱりこう半減期のね、大体1年前ぐらいからぐーっと相場が盛り上がってきまして、半減期が訪れて、その後1年間がねパン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 と、もう皆さんわかりますよね、今私ビットマン TV の口パン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 みたいな形でね、まあ、うなぎ登りに行くみたいなことがね、まあ、毎回行われているわけでございますよ。それがね、まあ、今回も同じような形で行くのかいなと、まあ、いよいよね、それこそ、2023年の第3四半期、第4四半期、まあ、だからさっきも言いましたように、7月あたりぐらいに突入してくると、まあ、いそいそとね、準備をする方もやっぱりこう出てくるんじゃないのかなと。で、まあ、それに伴ってっていうわけじゃないんですけども、まあ、2023年年明けからね、ある程度地合いは、いい方向には傾いていっておりました。ただね、まあ、やっぱりこう、上げ一辺通りの相場っていうのは当然ないわけでございますから、今ちょっとこうね、強気相場に入っていったんじゃないかというところが、ちょっとブレーキがかかり気味、ちょっとこうね、失速気味、調整気味みたいなね、形にはなっております。で、まあ、ちょっとこうね、ビットコインの話をちょっと軽めにしますけれども、やっぱりこう、出来高とかがね、もうかなり、当然こう、見た限りでも、もう少なくはね、なってきておりますよ。まあ、これはある意味どういったことかっていうと、やっぱりこう、短期的なね、トレーダーの方々が、まあ、言ってしまうと市場から、ある意味いなくなったっていうところも、まあ、あるのかなと。ですから、出来高、取引高自体がね、まあ、少ないと。で、じゃあ今ね、なんでこう価格がね、ある程度、まあ、ちょっと今、最近は下がってきておりますけれども、なんで価格がね、ぐーっとこう上がっていったりしてるのかと、やっぱりこう、長期保有者の方々の数が、やっぱり地味にちょっとずつやっぱこう増えてきているっていうのが、まあ、要因かなというところも当然ありますよ。ですから、まあ、ほら、なんかこう、悪いニュースがパリッと流れてきても、なんかちょっとこう、反応的な速度が、そう速くはない感じもね、しません。なんだかんだ言って。で、なんか大暴落みたいなものも、ちょっとこうね、そういった悪いニュースをきっかけにバリッと落ちていくっていうことも、まあなかなかこうね、回数的には減ってきたのかなと。あれ？意外とこういう悪いニュースが流れてきたのに、なんか下がりの速度、下がりの反応があんまり良くないな。うん。下がるね、こう、わかります？パーセンテージがそこまで大暴落みたいな形にはなってないなっていうふうにね、気づいている方もまあいるんじゃないのかなと。だから、それはある意味、ちょっと落ちてこようもんなら、まあさっきも言ったように長期保有者の方々がね、やっぱりポジション量を増やしていったり、現物を買っていったりっていうところが、やっぱり側面としてはあるところも、やっぱりこうあるんじゃないかなというふうに思いますから、まあそういったところも含めてね、そこにさらにこうね、こう上に乗っかるように、やっぱり短期のトレーダーの方であるとか、新しく仮想通貨業界に入ってくる方であるとか、だってよくよく皆さん考えてみてくださいよ。いいですか？今から言うこと もろリアルにわかると思うんですけど、前回の半減期って2020年だったでしょ。2020年だったじゃないですか。で、2020年ってことは言ってしまうと今から3年前ということはどうでございましょう。だから高校ね、1、2年生の方でしょ？高校1、2年生の方が、もう言ってしまって高校も卒業しても社会に出て働いている方とかね、いるような形にはなってるわけですよ。3年っていう月日は、それぐらいのね、まあ、言ってしまうと長い時間。だからあの時本当にね、16、17歳ぐらいの方が、今、ようやくね、言ってしまうとこう、まあ、成人、まあ、いわゆる20歳ですよね。まあ、まあ、昔で言うとこの成人ですよ。だから20歳にね、なってきてから、社会に出て、まあ、自分でお金を稼ぐようになって、仮想通貨やってみようかな、みたいなね、形で思う方も当然、人としては出てくるわけです。当たり前でしょ。だって、
若者が今後一切出てこないなんてわけないんですから、うん、ね、わかります？今も地球上にいるのは30代以上で全て終わりです。そんなわけないんですよ。うん、新しいね、若者たちがゴン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 年を取ってきて、まあ、当然私たちも年を取るわけですけれども、若い方が自分のお金で取引をできるというような状況にやっぱり今後もずっとなっていく。つまりそれは、もっともっと深いところで言うならば、当然仮想通貨業界の、まあ、言ってしまった新規の方がね、増えていくっていう、当然ね、ここにもまあ、繋がっていくんじゃないかなというふうに思いますので、当然ね、いい、ところでございますよ。だから、3年っていう月日、前回の2020年から今23年ですけれども、そろそろこうね、また、こう仮想通貨というものが、こう、話題として上がってきて、ね、わかりますよね、ニュースで、半減期が来るぞみたいなね、ことがバーっと流れてきたり、ツイッターでガリーっと流れてきたりね、する。そして、こう、若い方たちが、仮想通貨そういえばあるな、みたいなね、やってみようかな、みたいな形で、入ってくる可能性があるわけでございますから、そこがまたこうね、まあこう仮想通貨ビットコインの価格の勢いをパン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 って盛り上げてくれる一つの当然要因になるわけですから、楽しみに待っておきましょうということでよろしくお願いいたします。ですからね、アルトコインも、まあ言ってしまうとほらね、アルトバブルみたいなこと言われてましたけれども、すべてのアルトコインが前回みたいにねパーンと行くとは限らないと。だけれどもまあアルトコインの中でもまあ当然行くものはあるでしょうと、うん、いうふうには当然思いますよ。すべてが行くかは分かりませんけれどもね。そうなった場合、今ね動いている値動き、もうちょっとしたちょっとした値動きですよ。例えばリップルとかであればですよね、 XRP とかであればどうでしょうか、 0.03 ドルとか 0.04 ドルとかね、今であればちょっとこう大きな動きにも見えなくも当然ないわけですよ。だって 10% 幅ぐらいでね、 0.04 ドルぐらい動くんであれば 10% 幅ぐらいで、まあ、いわゆる価格が変動するわけじゃないですか。だけれどももうそれがね、もう言ってしまうと誤差レベルになるっていうところはそれ当然あるかもしれませんから、もう 0.04 ドルなんてマジで誤差の範囲みたいなね、そういう風な状況になるアルトコインだって当然出てくる可能性がこうありますからね。そういったところも全てひっくるめてやっぱこう楽しみにしておきましょうよと。で、またこうね、仮想通貨、まあ、話ちょっと戻りますけれども、第3四半期にあと1ヶ月半後に突入いたしますよ。で、その前にね、まあ、やっぱり7月の前には、やっぱりこう、嫌なね、ジメジメっとした、ジメジメっとした時期が来るじゃないですか。梅雨です。ここを乗り切れば、いいですか？皆様の普段のね、まあ、いわゆる住んでる地域の方での天気も、かなーっとね、なりますし、そして仮想通貨もね、こっから行くぞと、パーリナイトやと、ね、パーリナイトですよ。メンタルマネージャーが得意としている、レゲエダンスですよ。お尻フリフリフリってしてるレゲエダンスあるでしょ。あれね、メンタルマネージャーめちゃめちゃ得意なんですよ。腰はヘルニアなんですけどね、よろしくお願いいたします。腰ヘルニアでやっちゃってるんですかね。ヘルニアなんだけれども、レゲエダンスの腰振りでブリブリってやるのはね得意ですから、ぜひともぜひとも次の生配信でね披露してもらいましょうということでよろしくお願いいたします。まあそういったもう皆様のテンションがバーっとバーっとね、普段の生活も勝ち上がっていくような、仮想通貨業界も勝ち上がっていくようなね時期が来ますから、もうちょっと一時の我慢でねビットマン TV 聞いてください。よろしくお願いいたします。まあそういった形でね、冒頭部分の話終わらしておきましょう。このまんま突き進んでしまうとこのテンションで30分40分いく可能性がありますから、ここら辺で収めておきましょう。まあとにもかくにも今ね、まあ2023年の半ばぐらいですから、ここからまだガン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 年末秋が来てね、わかりますよ。まあその前に夏が来ますけれども、夏が来て秋が来てサンマがうまいんですよ。秋はサンマ、サンマの秋、もう秋はサンマじゃない、サンマが秋みたいなね形でございますけれども、秋が来て、そして皆様が大好きなね、もう本当に頭の中がお花畑になるでしょ、クリスマスイブですよね。これビットマン TV だけかな、よろしく、ね、クリスマスイブが来て、クリスマスが来て、そしてもうわかりますよね、街中の人たちが全員太鼓を持って歩いている正月が来ますよ皆様。わかりますね、家に帰ったらとにかく餅食う、餅餅餅みたいなね、粘り強くいく餅みたいな形で、やっぱりこうみんながね、もう日本全国餅だらけになる正月が来てからの半減期ですよ。よろしくお願いします。こういった形で、時代はね、まあ、時間はね、流れていくわけですから、なんだかんだ言って気づいたら、もうね、あっという間でしょ。ビットマン TV もチャンネル開設して、もう3年目に突入しておりますよ。あっという間じゃなかったですか？ですから、来年の半減期なんてもうあっという間に来る。で、そっから先の1年間はね、もう本当にもう頭の中お花畑ですよ。さっきも言いましたけどもね、お花畑状態、皆様の資産が寝てて増えるんです、みたいな、あの有名な女の子ですよ。起きたらめちゃめちゃ増えてるんです、みたいなね、形になる可能性当然ありますから、ここをめがけて、とにかく今は我慢していきましょうというところでね、よろしくお願いいたします。仮想通貨ビットコイン下がっておりますけれども、ここを期待しながら今は気持ちを収めておきましょうということでね、よろしくお願いいたします。で、行きましょう行きましょう。さっきも言ったようにね、こう気づいたらまた5分10分経ってるみたいなことになってますから、パリッと仕上げていきますよ。まずは今皆様に見ていただいているの、これ何かなというところなんでございますけど、毎回毎回申し訳ございませんね。ビットマン TV のツイッターの方になっております。毎回本当にお前飽きねえのかと、これが私の
ライフワークでございますから、よろしくお願いいたしますよ。付き合ってください。お願いいたします。行きましょう。まず皆様にね、お伝えしたいものがお一つございます。前々から言っておりますけれども、FXGT さんの方で、はい、取引所ですよ。FXGT さんの方で、第3回のトレード大会やっちまうぞガーンみたいな、ね、形で、いきりまくってこれね、ツイートしておりましたから、私もちょっとこれね、FXGT さんが使っている文言をお借りしてからの、パリッとツイートをさせていただきました。ここに書いてあります、下の方に。エントリー期間が4月の24日から5月の18日まで。ですから、来週の木曜日とか、そのあたりで一応エントリー期間が終わりますよと。で、大会期間が5月の23日から6月の12日まで、まあ、とにもかくにもね、これ、いわゆるこういうことですよ。夏前のジメジメした時期をトレード大会、世界のトレーダーたちと戦うトレード大会で熱くぶちかましていこうぜという大会です。よろしくお願いします。今、ビットマン TV が勝手につけましたからね。これは別に公式から発表されているわけではございません。ジメジメした時期をトレード大会でぶち壊そうぜ。そんなことは誰も言ってないんですけれども、まあ、ノリ的にというところでね、意識していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、6月の12日まで、5月の23日から6月の12日まで、FXGT さんのね、世界大会が始まる。で、賞金総額は1500万円という形になっております。で、ここはね、前も言ったと思いますけども、一応開いておきましょうか。ものすごくね、いい大会には、やっぱりこうなるんじゃないかな、というふうに思う。賞金関係を見ていくと、ものすごいですよ。これ、見てください、見てください。今、1位が300万円って書いてありますね。これね、収益率なんですよ。収益額じゃないんです。収益率が、1位の方から、2位の方200万円、3位の方100万円という形。で、4位の方が50万円で、ぐーっと、こうね、まあ、当然低くはなっていくわけですけども、見ていただいたらわかるように、一番最後が100位の方。100位の方でも、1万円がもらえるということ。で、さっきも言ったように、これ何がいいのか、って収益率でしょ。だからその言ってしまうと率ですからね。どれぐらい自分が持っている資金に対して、金額を増やしていったかっていうのがいわゆる競争の、まあ、いわゆる元になるところが収益率でございます。ですからこれね、わかりますよね。資金が少ない方であっても資金が多い方であっても言ってしまうと平等な大会にはなっているというところで、例えば収益額とかね、あとは利益額とかああいったものだとやっぱりこう資金がねたくさん持っている方が有利なところがあるじゃないですか。だけれどもFXGT さんの今回の大会は収益率をもとに基本的には競争をねしますよというところですから、はっきり言ってこうね、例えば10万円ぐらいしか持ってないという方でもこれチャンスはね当然あるわけでございますから、まあこういったこれ世界のトレード大会あまり今ねやってないじゃないですか。バイビットさんでもビットゲットさんでも、今年やるのかどうかちょっとわかりませんけれども、まあ去年はバイビットさんなんかなかったですよね。冬ぐらいにはなかったじゃないですか。だから今年の夏どうなるかはわかりませんけれども、まあいち早く FXGT さんがねこの大会を、まあ、作り上げたということでございますから、ぜひともぜひともね、まあさっきも言いましたように夏前のジメジメした時期をこういったトレード大会でねちょっとこう熱く盛り上がっていきましょうよというところで、もしねご参加していただける方がいるんだらばね、ぜひともぜひともご参加をねしてみてください。よろしくお願いいたします。まあ賞金額もさっき言ったようにね、収益率1位の方から300万円ですから、まあ誰にとってもチャンスのある大会にはなってるのかなと。で、あとは、もしね、FXGT さん、口座をね、当然こう、アカウントをお持ちでないと参加ができないような状況になってますから、もしアカウントね、お持ちでない方がいるんであれば、こちら、口座解説はこちらというところに、貼ってあります。ビットマン TV のね、専用のリンクになっておりますから、ぜひともぜひともね、こちらをご活用いただいて、FXGT さん楽しんでね、いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、この、口座をね、解説した後に、このエントリーボタンというところ、エントリーはというところをパッと押していただくと、エントリーができるようなね、状況になりますからね、ここはよろしくお願いいたします。で、あと、FXGT さんのね、いわゆる使い方がわかんないよという方が多分いると思うんですけども、そういった方は、ビットマン TV の、この動画の、まあ、ビットマン TV のチャンネルの方に行っていただけたら、おそらくトップの方に貼ってあると思います。FXGT さんの、言ってしまうと、こう、口座解説から、トレードの仕方、やり方まで、一つの動画にパッとまとめてありますから、25分から30分ぐらいで、一通り、ほぼほぼ全部ね、説明しておりますから、もうそれを見ていただけたらね、トレードの仕方とかいうのは全部わかるかなというふうに、ほぼほぼわかるかなというふうに思いますので、ぜひともぜひともね、ご参考になってみてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、一応エントリー期間がね、来週の水木あたりぐらいまでですから、参考しようかなと思う方はね、ちょっと早めに、こちらね、エントリーの方をなさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょう、行きましょう。今日の、内容、特にね、重要ニュース関係が上がってきてなかったんで、ちょっと、まあ、一つもないのはね、ちょっと味気ないなと思ったんで、お一つだけ。
ちょっと最近ね、まあ、流行ってるというか話によく上がってきてますけども、ビットマン TV もね、あんまりぶっちゃけた話知らないんですよ。うん、そうなの。こうなんか、ヒカルさんとか、YouTuber のね、ヒカルさんとか、あとはほら、ボクシングのね、もういるじゃないですか、マニーパッキャオ選手ですよ。あの方が、まあ、今は違うのかな、もう選手じゃないのかな、パッキャオさんとかね。あの方が言ってしまうと、この、ゼノという、まあ、プロジェクトというふうに言っていいんでしょうかね。こことね、一つ大きく関わりがあるところでございます。その、いわゆる仮想通貨ゼノというものが、ビットポイント、まあ国内の取引所ですよね。ここで初上場しますよと。で、ちょっとこうね、さっきも言ったようにビットマン TV もよくね、このゼノに関して分かってないんで、ちょっとここ皆さんと情報共有していこうかなと。まあ、もう分かってる方ね、いるかなと思いますけども、一応読んでおきましょう。はい、いきます。ゼノとは、プロジェクトゼノのガバナンストークン。こちらは、クルーズでしょうか。クローズブロックチェーンラボ株式会社が、まあ、企画、まあ、参画するオンライン対戦ゲームプロジェクトになると。まあ、いわゆるプレイトゥーアーンゲーム系ってことでございましょうかね。プレイトゥーファン&アーンがコンセプトであり、仮想通貨の他にも NFT の要素があるということですね。で、ここ参画する会社は国内上場企業であるクルーズですね。クルーズ株式会社のグループ企業。そのため仮想通貨としての信頼性をね見込めていますと。で、仮想通貨としてのゼノは上場されればすぐにね人気が上場する可能性がありますと。で、プロジェクトゼノのアンバサダーを書いてますね。プロボクサーのマニーパッキャオ選手、そして人気 YouTuber のヒカル氏などが務めているからと。で、ゼノを使ったゲームプロジェクト自体が国内外への影響力をね持っていますということですね。で、プロジェクトゼノという人気ゲームのガバナンストークンなので取引だけでなくゲームプレイにも役立つでしょうと。上から下行きましょう。ここね、日本初ゼノという形でね載っております。GXE というね、まあ、言ってしまうとこう名前になるのかなというところで、ビットポイントでゼノが上場決定いきましょう。はい、16日にビットポイントで、だから明後日火曜日にビットポイントでゼノの取引が始まりますと。で、取引開始直前の同日9時から12時にはメンテナンスが入る予定。うん、仮想通貨ゼノが対応できるように取引環境をね整えるでしょうと。で、いずれにしてもゼノを買うのが待ち遠しいというユーザーもいると思われますということですね。で、ビットポイントではゼノを様々な形で利用できると。で、同取引所において以下のサービスに対応していますということですね。4つ、はい、現物取引、仮想通貨入金や出金、貸して増やす、あとは積み立て。うん、通常の取引だけでなくて貸し出しサービスや積み立て投資でも活用ができますと。で、上場と同時に様々な形で活用できるのはゼノが欲しい方にとってね嬉しいところ。ゼノの上場をきっかけに、ビットポイントへの新規口座開設しても良いでしょうと。まあ、ここはね、まあ、この方が言っているだけで、まあ、ビットマン TV はね、まあまあ一応持ってはいるんですけれども、まああまり国内の取引は使ってないかなという感じ。で、一応、ゼノの取引開始の記念キャンペーンも開催するということで、以下の4つ。まあ、ここね、ちょっとこう、上から下に流しますから、気になる方はちょっとこう止めてね、見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、こういった形でまとめ。はい。仮想通貨ゼノは人気オンラインの対戦ゲームで使えるガバナンストークンまとめですね。国内外で話題になっているため、ビットポイントへの上場で人気が出る可能性があると。で、あとは5種類のね、キャンペーンを用意しておりますから、ということで、まあ案内が入っております。まあね、このゼノに関してさっきも言ったようにマニーパッキャオ選手であるとか、あとはね、大人気 YouTuber でございましょうか、ヒカルさんであるとかね、ああいった方々が言ってしまうと、このゼノというプロジェクトとね大きな関わりがあると。まあ言ってしまうとね、そのまあパッキャオさんはまあ違うと思うんですけど、まあインフルエンサーという感じではないでしょ。だってそもそもボクシングでもうやべえ方じゃないですか。だからそのインフルエンサーっていうよりもまあ、伝説的な人みたいなね形になってる、あの方はすごいですよね。ただヒカルさんはね、こうまあどうでしょう、別に批判とかじゃないんですけども、こう仮想通貨とかこういったプロジェクトにインフルエンサー的な方々がね、やっぱ絡んでいるっていうのは当然メリットでもあるしデメリットでもあるというところはやっぱビットマン TV 感じるんですよ。で、これなんでかって言ったら、だってそのね、いわゆるこういろんなこうね、まあ、本当にヒカルさんみたいな方、ものすごい方ですよ。この方が今はね、ガーッと案内してくれるからいいんですけど、これがずっとしてくれるかどうかっていう話にもなる。で、やっぱりこれね、前も多分ちょっと言ったと思うんですけど、生配信とかでも言ったと思うんですけど、やっぱりこういった方ってちょっといやらしい言い方しますと、ただで仕事はしてないと思うんですよね。そうでしょ？もう隠さないですよ、みたいに。そういうことは言わないです。それで隠すようなことは言わないですから、普通に考えると、やっぱり、裏にはやっぱりお金というものが多分おそらく動いてるんだろうなっていうのは当然あると思うんですよ。だから、それが継続して払われるんであれば、やっぱり契約としてね、当然、うん、こういったインフルエンサーの方々、ヒカルさんであるとかね、そういった方々も、やっぱりずっと継続的に案内であるとか、こうね、押したりはすると思うんですけど、その契約が切れてしまうと、当然彼らもね、人ですし、やっぱり一つね、商売道具、商売にしてるところも当然あるでしょうから、YouTubeというところをね、そりゃそうですよ、ただでやってる、うん、YouTube もね何百万人っていう登録者いますけれども、もうすべてただですみたいな方は多分いないと思うんですよね。ですから彼らもやっぱりこう何かしらのお金が働いてやっぱりやってるっていう部分もあると思いますから、それが
なくなった時に一気にバーンと関係性が切れて案内とかもしなくなると思うんですよね。そうなったらどうなるのかっていうところがやっぱりビットマン TV 気になるところ、そっち側で、あとはマニーパッキョーさんもそうじゃないんですかね。わかりますよね。いきなりマニーパッキョーさんがゼノを案内したいからタダでやらせてくださいみたいなことは多分言わないと思うんですよ。思うんですよ、うん、あのビットマン TV が思うのね、タダでやらさせてくださいみたいな、そんなことはないと思うんですよね。だってそんなことしたので運営としたらもう願ってもないっていうね、願ってもないところでございましょうから、まあさすがにそれはないかなと。だからそうなったら今こうね、いろんなこう宣伝をしてくれる方がこういった方が有名な方いるよってめちゃめちゃこうガーッとなってますけれども、そういった話題性で飛び乗ったらまずい時もあるかもねというところは一応ねお伝えをさせてください。よろしくお願いします。そういったところをちょっと考えながらどうしていくのか、購入していくのか、取引していくのかっていうところはねやっぱり考えていくべきかなというふうに思いますので、ここはねものすごく仮想通貨に投資をする上において、まあ現物を購入するとかそういったところも含めてですけれども、購入する上においてものすごく重要なことだと思いますから、まあ別に話題性があるからそれに乗るなとかそういったことを言ってるわけじゃない。ただその話題がどこから発生しているのかっていうのはやっぱりよく考えないといけないねと。その話題がね、例えばどうでございましょうか。まあね、じゃあちょっと比較になるかもしれませんけども、例えばほら水プロジェクトとかあったじゃないですか。水というやつですよね。であのプロジェクトとかいうものは言ってしまうといろんな企業がその水というものものすごく将来がいいなとね、このプロジェクト将来的にものすごく大きく発展していくんじゃないかというところをやっぱりね、いろんな背景をガーッと調べていろんな企業があの水プロジェクトにバリーッと投資していたんですよ。でそれが結局いいやっぱりプロジェクトだよねって認識されて話題になってパーンと上がっていってるわけでございますよ。わかりますよね。わかりますよね。でそれとじゃあ果たして今回のゼノ悪いと言ってるわけじゃないですよ。悪いと言ってるわけじゃない。じゃあ今回のゼノはじゃあその通貨自体がいいと言われてるのか。だってもともとそのプロジェクト、例えばゲーム系通貨ですよって言われたら、じゃあゲーム系通貨いっぱいあるじゃないですか今の段階で。わかりますよね。ゲーム系通貨って例えばいっぱいあると思うんですけども、じゃあゼノにしかない何かものすごくいいものが用意されていて、わかります。それが別にインフルエンサーとかではなくて大企業がこぞってここにバーッと出資しまくっているんだったら、これはやっぱり一つ買いの通貨になる可能性があるよねと思うんですけれども、このいわゆるね、わかりません、なんかちょっと大丈夫ですね、変な方向に行ってないですよね、大丈夫ですよね。え、別に悪口じゃないですからね、悪口じゃないですからね。だけれどもだからこの通貨がバーンと世に出てきた一発目のきっかけは何だったのかなと、うん、この大物二人がやっぱり絡んでいるというところがものすごく話題性を持ってきた、ものすごく大きなところだから、どっかがめちゃくちゃ出資したとかではないから、離れていった時はちょっと怖いよねーっていうのは、まずもうとにもかくにも何回もリピートになってますけども注意喚起はさせてください。でも後々わかんないですよ。うん、ものすごくねこのゼノというプロジェクトがいいものだってどっかの企業が気づいて、そこからね、出資の嵐みたいな形になる可能性もこれはゼロではないですからね。まあだからそういったところもいろんなことを加味しながらどういった通貨を買っていくのかっていうのはやっぱりね、まあいわゆるこうビットマン TV を聞いてくださっている方はもうとにもかくにもそこはグッとグッとグッとね帯を締めていきましょうっていうのはね、さすがにお伝えさせてくださいということでよろしくお願いいたします。悪いものだとかそういったことではないんですよ、うん。今後のだからこのプロジェクトだけじゃなくて今後のいろんなプロジェクトに対してもそうじゃないですか、うん。今後のいろんなプロジェクトで、通貨が発行されますよ、じゃあそれに乗っかっていくのか、それに投資するのかっていうのはそういったところもやっぱり見ていかないといけないところもやっぱあるよねと、うん。ただしこうね仮想通貨業界っていうのは楽しいところですから、ビットマン TV みたいにねスポンジボブにスポンジボブにもう何のもうさっきね今ね偉そうに言ってたでしょ、バックボーンがどうのこうのとかね、どこが出資してるんだとかね、そういったところを調べていった方がいいんじゃないですかって言いながらも、ミームコインのスポンジを1000ドル分買っているビットマン TV でございますから、まあ話半分でね聞いておいてくださいということでよろしくお願いいたします。はい、まあとにもかくにもゼノがビットポイントで上場をしますよというところでねニュースが上がってきておりましたので、もう価格動向にはねちょっとこうね、見ておきましょう、注目しておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、それでは本日のねご案内、そして重要ニュースは以上となります。そしていきましょう、本日のチャートマネーパパフーパパフーパパフーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとはエーダコイン、 ICP、 そして、話題がね、出てくるかもなライトコインをね最後見ていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。ライトコインに関しては今まであった半減期2回ね、今回3回目でしょ、今年の8月の2日あたりに半減期ライトコインあるんじゃないかというふうに言われてるんですけども、1回目2回目、のちょっとこうね、1回目はあのチャートにないんでちょっとおさらい的な感じで、2回目はチャートにあるんで、そこをちょっと見ておきましょう。で3回目今回どうなるのかっていうところをねちょっと見ておきましょうかというところでよろしくお願いいたします。では行きましょう、行っちゃいましょう。まずは、ビットコインですね、行きます。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 26,863 ドル付近をね推移しているような形になっております。まあね、まあ年初から始まってガンガン
上がっていったわけでございますよ。1月ね、もう年明けからぐんぐん、1万6000ドル付近からずっとね、勝ち上げを行ってきて、今もうとにもかくにも今の金額でも、もう1万ドルプラスぐらいにはね、まあなっているようなところ。ただ、ちょうどこのピンクのやっぱりね、岩盤がありましたから、もうものすごくね、重要な、まあ引き目で見たらわかるかなと思いますけれども、やっぱりサポート価格帯としてね、かなり意識されているところ、2021年の2月であるとか、2021年の7月あたりね、あとは、2022年の5月あたりもそうですけれども、このピンクの岩盤っていうのがものすごくね、サポート価格帯として機能しておりました。で、今上がってはきているんですけども、そこのアタックに入っていた。まあ、つまりこのピンクの岩盤をね、抜けていければね、当然、目線としたらもう一発、まあ、4万ドルとか5万ドルとかね、そういったところを狙っていくような大きな強気な流れがね、またまた再開してくるんだろうけれども、なかなかここをね、突破できずに、今で言うともう1ヶ月間ぐらいかな。まあ、だから連続で言うと4週、まあ、もうちょっとか、アタックに入ったのが3月13の週ですから、だからもう1ヶ月以上、まあ、だから約2ヶ月間ぐらいずっとこのね、ピンクの岩盤付近で頭を押さえられて、もじもじしているようなところ。で、そのね、期間がやっぱりこう長ければ長いほど、やっぱりトレードをする方々はね、やっぱりこう我慢ができずに利益確定に走ったりも当然すると思うんですよ。だから、またそれがね、抜け切る力には、ならなくて、だらだら、いわゆるだら下げっていうものをね、今ずっと行ってきているような状況でございます。週足でも当然抜けられない、月足でも当然ね、抜け切っていない状況ですから、今、アタックに入ってたからもう、月数で言うと3月から3、4、5、5ヶ月ね、ここのピンクの岩盤アタックに入っているところ。ここをだからそういう意味で言うと、抜けていけば、ものすごくね、強い上昇が当然待っているようなね、形かなと。上に上がってきた時の、やっぱり焦点となる価格は、ちょっとごめんなさい、もう一回月足に戻しますけれども、月足の短期ね、これが3万1400ドル付近にいるんで、これを抜けていけば、ちょうどピンクの岩盤帯も抜けていくような形になるかなというふうに思いますので、一気にね、3万5000、4万、4万とか5万とかね、このあたりぐらいまで迫っていくような、やっぱりこう、力強さが出てくるかなと。次の焦点がこの付近じゃないかなと。うん、大きく下落をしてくる前のトップですから、4万6000とか4万7000とかね、このあたりが、やっぱりピンクを抜けていけば、焦点になるような、目標価格となるような、まあ動きになってくるんじゃないかなというふうには、まあ、広い時間軸で言うと、思うところでございますよね。で、今で言うと、まず週足、はい、見ておきましょう。こういった形。週足を見るとね、まず一旦は、まあ、週足でもある程度はっきりわかるかなと思いますけども、3月のね、半ばあたりからずーっと機能していたサポートライン、そして、高値は切り下げておりましたから、途中からね、三角持ち合いが作られているようなフェーズになっていったわけですよ。それを言ってしまうと、今週ね、今、そのサポートラインを下に割れ込んでますから、この状態で週足を確定してしまうとね、やっぱり当然、下目線がね、さらに色濃くなってきて、前から言っているように、25,200 ドル、この25,200 ドルのアタックに、やっぱりこうね、来週以降入ってくる可能性がありますよね、っていうのはまずお伝えさせてください。で、25,200 ドルというのはこのね、広い範囲で見た場合の2022年の、7、8月ぐらいから作られている、まあ、いわゆる逆三層のネックラインになりますから、このラインは本当にこれもずっと言い続けてますけども、長い時間軸で見た場合の重要サポートラインに転換できるかどうかっていうのが、いわゆるこのアタックでわかるわけですからね。だから一回ぐらい全然つけていってもいいんですよと、ビットマン的には思います。別に全然下落が悪ではないですから、一回下落で落としてきて、ある意味この 25,200 ドルを、まあ、トレーダーの方たちがね、サポートラインに転換しようとものすごく強気派の方々が全力防衛してくれるんであれば、これはこの 25,200 ドルは今回のフェーズではなくても、後々のフェーズとしてもやっぱりサポートラインとしてものすごく力強くね、機能してくる可能性がありますから、そういった意味で一回本当にチャレンジアタックしてもね、いいんじゃないかなというふうに思う。そういった意味で言うと、やっぱりこう 25,200 ドルでのね、FX 関係でもそうですし、やっぱり現物でもそうですし、それぐらいね、強い意識で持たれているラインでございましょうから、ロングイン並びに現物購入というのは一つね、ありなポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。現物購入する方は別にね、これまあほら、今より安い金額で買えるからいいと思いますし、もし割れ込んだとしても、まあある意味 25,200 ドルをね、一つの現物購入の基準ラインとして持っておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますから、そこからさらに割れ込んでズルズル下がっていくようであれば、例えば2万ドルつけるようなさらに下落が起こるんであれば、ある意味現物購入チャンスとしてね、ちょっとずつポジション、まあ現物量を増やしていくような流れでやっていってもまあいいんじゃないかなというふうに思います。で、 FX 関係の方はまあ戦略としてね、それでやると当然ほら証拠金吹っ飛ぶ可能性がありますから、やっぱりこう2万5000ドルとか、例えばどうでございましょうか、日足もちょっと落とし込んで見てみます。そうですね、昨日も言っておりましたけども、日足で見た時の24,700ドルあたりを明確に割れ込んだら、下が結構ね、日足レベルで真空状態になりますから、ズルズルズルとやっぱりね、2万ドル付近までやっぱり下がってくる可能性がある。
それを加味するならば、まあ、FX 関係をやっている方は 25,200 でロングチャレンジ、そして24,700ドルを明確に割れ込んだら、200EMM を割れ込みますから、損切りをしていく、みたいな形でね、対処していくのがいいんじゃないかな、というふうに思いますので、ここは意識をしておいてください。で、上に上がってきた際、まあ、今はね、日足レベルの200の単純移動平均線、この赤いラインで守られてますから、なんとかね、持ちこたえて、上には当然ビットマン TV も下がってこられるより、まあ、上がってきてくれた方が嬉しいですからね。たださっきも言ったように、まあ、一回ぐらいこう、底堅さを印象付けるために、もう一回つけてきてもいいんじゃないかなっていうね、気持ち的にはビットマン TV 思っているんで、ちょっと一旦割れ込んでもいいよって気持ちはあるんですけれども、まあ、上がってきたら、そう当然嬉しいですよ。で、上がってきた際にはね、やっぱりこう、高値を結んだラインですよ、ここ。で、雲の上端もありますから、29,000、今だったらもうちょっと下がってきて、昨日よりちょっと下がってきて、29,300ドルあたりを抜けていければね、日足の雲も突破しますし、各移動平均線、短期であるとか中期の移動平均も全部クリアしますから、で、さらに言うと、ピンクの岩盤帯の中にも入ってきている状態で、高値ラインを結んだ、高値を結んだラインをね、超えてきておりますから、やっぱり、直近最高値の31,000ドルであるとか、あとは、このね、ピンクの岩盤の上端部分、やっぱ32,000ドル付近をね、アタック、しに来る可能性がありますから、もう一個のロングポジションの、いわゆる FX 関係でロング構築していくんであれば、一つ上に抜け切ってから、29,300ドルを超えていってから、ロングチャンスとしてね、捉えておくのがいいかなと。だから、ロングチャンスは29,300以上、もしくは、落ちてきた時の25,200っていうところ、どっちかのラインが、まあ、FX 関係でロングやっていくにはいいんじゃないかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それまでは、抜け切らずにね、またこう上がってきたら、戻り売り発生して、ダラーと下がってくる可能性がありますから、このフェーズではある程度 FX 関係、ショートをね、積み上げていくフェーズにはなるのかなという感じ。だから、例えば、このサポートラインの27,300ドルであるとか、やっぱりね、裏タッチ、サポートラインの裏タッチでレジスタンスになる可能性がありますから、27,300ドル付近であるとか、当然、ピンクの岩盤の入り口、28,600ドル付近であるとかね、このあたり。で、最終的には、この高値を結んだライン、雲の上端値も被ってますから、29,000、例えば250ドルとかね、このあたりでショートを積み上げて、もし上に抜けていったら、まあ、損切りをしていかないと、嫌な上昇に巻き込まれてしまう可能性がありますからね。抜けていったら損切りをして、逆にロングに持ち帰るとか、そういった形で、まあ、戦略をね、練っていくのが、このフェーズではいいんじゃないかな、というふうに思いますので、ここは一つね、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。ちょっとね、様相としては、まあ、割れ込んだらまずいちょっと割れ込んでますから、下目線がちょっとこう強いような形にも当然なってるかなと、上がってこようにも上がってこれずに、まあ短期的な売りがかかってね、だらっとまた下がってくる可能性がある。なかなかこうね、高値を更新できずに。ですから、まあショートフェーズなんだろうけれども、まあ今はさっきも言ったように、25,200ドルの、硬いサポートを意識させるために、一回つけてきてもいいんじゃないかな、おかしくはないんじゃないかな、というふうに思いますので、ここも合わせて押さえておきましょう。はい、で次行きましょう、次行きましょう。次はこちら、行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングなら、イーサリアマクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。行きましょう。行っちゃいましょう。行きます。イーサリアムですね。行きます。ただいまの価格が1806ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しても、もう前々からずーっとね、同じようなことを言っておりますけれども、とにかく1700ドル。ここが、レジスタンスとしてずーっと機能してたんですよ。1700ドルっていうのが、ずーっとね、レジスタンスとして機能していた。もう逆三層のネックとして作られておりましたから、かなり硬いレジスタンスとしてやっぱ意識されていた。で、抜け切った後に、まあ、直近で、まあ、直近というかね、3月あたりに抜けたんですけども、ここから見てくださいよ。もうこの時点で1700ドルレジスタンス機能からの頑張ってサポートに転換しようとしてる勢がもうここで明らかにいるんですよね。明らかにいる。だからこの1700ドルっていうのはかなり硬いサポートとしてやっぱり意識されてくるんじゃないかなと。もう日足レベルでももうずーっとこの1700ドルをね、もう1日ごとに下に落ちてつけて抜けられずに頑張って上がって、下に落ちて抜けられずに頑張って上がってですから、もう学術にここをね守りたい人はやっぱりいると。でサポートとして機能させてくるだろうと思ってる方がいると。だから今回もイーサリアム割れ込んでます。上昇の平行チャンネル並びに三尊形成しておりましたから、そのネック割れ込んでますから、それを加味するならば1700ドル付近まで当然つけていってもおかしくないですし、何遍も申し訳ございません、ビットコインと同じようにビットコインの25,200ドルのサポートをものすごく強固なものとして意識させるために、つけてきてもいいよというふうに言ってましたよね。イーサリアムも1700ドルを頑丈なサポートラインとして意識させるために、もう普通にもう一回ぐらいつけてきてもいいと思っている。何日間か連続でね、ガッと一回落ちてつけてきて、なんだかんだ跳ね返ってきて、なんとか粘ってきてっていうところをずっと続けていければ、やっぱりこうね、売り方も降伏してきてロングの方に回って、もう一回チャートを作り上げていくという流れがね、やっぱり理想形でございましょうから、今後の重要サポートラインとしても1700ドルもう一回つけてきて強固なイメージをつけてくれればね、当然これはこのラインは買いのね、ラインになる可能性がありますから、ここは一つ FX 関係であるとかね、やっぱりこう現物関係の方々も買いを入れてもいいポイントにはなってくるかなというふうに思いますので、ここは一つね意識しておいてください。で FX 関係ビットコインと同じように戦略としては一緒、やっぱり1700ドルを割れ込んでしまうと、もうこれ下をね支えるものが冷やし
しレベルでは特にないので、まあ上に上がろうにも戻りかかってガーッとね、下落してくる可能性がある。だから、FX 関係1700ドルぐらいで握ったんであれば、まあちょっと幅を持たしてね、まあ、許容できる損失レベル、だから1650ドルとか、まああとはどうでございましょうか？ある程度この辺り粘ってるんで、そうですね、この付近。まあ、1550ドルまで引っ張ると、結構ね、1枚あたり150ドルぐらいの損失になるので、まあ、ここまで粘るという方は、ある程度玉量を少なめに。で、ちょっとね、強気に張っていきたい。玉量多めに行くんであれば、もう損失をある程度ね、抑えるために、もう明確に割れ込んだら損切りをしていくみたいな形でね、やっていくのがいいかなというふうに思いますので、ここは一つね、意識しておいてください。とにかくそこは、玉量調整で、1550ドルぐらいまで粘れるよっていう方は、例えば、どうでしょう、10イーサリアムをね、FX で勝負するんじゃなくて、例えばそれの3分の1か3イーサリアムぐらいに抑えておくとかね、いう形でするのがいいかなというふうに思います。で、現物を購入する方はここを割れ込んできたら1300ドル付近がね、コロナショックから引かれているめちゃめちゃ長いサポートライン、この黒いラインですよ、このめちゃめちゃ長いサポートラインが1350ドル付近にいますから、このあたりはもし割れ込んできてしまったら現物購入のね、またチャンスの位置になるかなというふうに思いますので、ここでは現物をね、購入することはある程度お勧めしております。よろしくお願いいたします。 FX 関係の方もまずは一発目1700ドルで割れ込んで損切りをして1300ドルぐらいまで落ちてきたら、ここは長いサポートラインとしてね、反発してくる可能性がありますから、押し目ラインとしてここでもう一回ロングポジションを構築していくみたいな形でね、やっていってもいいかなというふうに思いますので、ここはね、まあそれぞれの戦略があると思いますから、一応参考程度にね、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。お願いいたします。行きましょう。行っちゃいましょう。映画コインなんでございますけれども、ただいまの価格が、0.368 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、週足レベルで見るとね、まあ、もうすぐ確定するんですけれども、わかる通り、1月からね、ずーっとサポートラインが、まあ、12月付近か、サポートラインがずーっとね、切り上がっているような状況、黒いラインですよ。で、今ちょうどこのサポートライン上にいますから、まあ、反発をしてくるんであれば、ちょうどいいね、値位置ね、今なっているのかなと。で、ただビットコインのね、様相とか、イーサリアムの様相にやっぱり引っ張られてくる部分もあるでしょうから、まあちょっとね、そこの兼ね合いもやっぱ加味していかないといけない。ビットコインが当然落ちてくるんであれば、まあ、ADA コインもね、ガリーと明確に割れ込んで、次の下値目標価格 0.3 ドルというところをね、目標にパリーと落ちてくる可能性がありますから、ここは一つ注意しておいてください。単体で見ていくならばね、サポートライン付近にいますから、まあ FX 関係であるとか、あとはどうでしょう、現物関係もね、購入していっても、まあ押し目買いラインとしては購入していってもいいんじゃないんですかっていうふうに普通に言いたいんですけれども、本当にキング様とクイーン様のね、やっぱり様相に今当然寄ってると思いますから、ちょっと怖い方はね、トレードはまあここは控えておいた方がいいのかなというところ。ただそれでもね、ADA コイン、まあ FX 関係でもいいし、勝負していきたいなと思う方は、本当にちょうどね、今サポートライン上にもうなんとか粘り腰で粘っているところですから、なんとかやっぱりこのサポートライン守りたい勢が本当にいると思うんですよ。ですからそこを加味するならば、ビットコイン、イーサリアムがある程度窮地を出していったら、上にもう一回上がってくるチャレンジで入ってくる可能性がありますから、 0.426 ドル付近ね、だからそういったところを加味していくならば、一つ FX 関係でもロングポジション持ってみて、直近の安ね、 0.35 ドルあたりを割れ込んだら、もうこれ損切りをしていくみたいな流れでね、やっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、今ぶっちゃけ FX 関係単体で見るならば、ロングポジション入れていってもいいところにはいますよというのはお伝えさせてください。でもビットコインとイーサリアムの様子によ様子によりますからね、 0.35 割れ込んだら、もうこれは 0.3 ドルに向かって下落開始っていうところが当然ある可能性がありますから、損切りラインは 0.35 割れで、利益確定はやっぱり直近レジスタンスされている 0.4 ドル付近をね、一つ上値目標目処としてやっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。まあちょっとね、雲とか移動平均線がたくさんあるのでね、上値が重いような形にもなっておりますけれども、まあこれぐらい長いサポートラインを作っておりますから、ちょっとこう反発ポイントとしてはね、今いいところにはいますよというところでね、お願いいたします。はい、で次行きましょう。次は ICP をね、見ていきたいなーというふうに思いますよ。 ICP どこにいるかな、はい、いました、行きましょう。はい、行きます。ICP なんですけれども、ただいまの価格が 5.145 ドル付近 5.1 ドル付近かな、を推移しているような状況でございます。で、この通貨に関してはもうね、ずーっと下落の流れから、もうこういわゆる下落のね、平行チャンネルをこうやって作っていた流れから、ちょっとこうね、持ちこたえていってからの次、ちょっとこう長いですけども、三角持ち合いフェーズに入ってきておりました。三角持ち合いフェーズに入ってきて、週足の雲の畳んでもバリバリ押されてるんです。だからこれがいわゆるこうね、ICP の上値を重くしている一つの要因でもある。もうヒゲでパンパン押されまくってますから。で、その流れの中でやっぱりこうビットコインとかもね、下落してきている流れがありましたから、もうこの三角持ち合いのサポートライン実体で今週足レベル割れ込んじゃってるんですよ。だからこの状態で週足確定してしまうと、ちょっと下値をね、まだ探る可能性が多い
位にある。うん。下値目処は 3.48 ドル。直近の、安値付近が、まずは一つ下値目処にね、なってくるかなと。だから、今のね、一応割れ込んだ状況で、あと10時間30分後、明日の朝9時を迎えてしまうと、ちょっと嫌な雰囲気が流れて、まあ 3.5 ドルあたりぐらいまで落ちてくる可能性がありますから、これはちょっとね、安くなっているからといって飛び乗るな、ちょっと待っておいた方がいいかなっていう感じがしますので、よろしくお願いします。まだ安くなる可能性があります。で、週足だけではなく、当然今割れ込んでますので、日足も見ると、もう日足でね、やっぱりこのサポート割れ込んで、もう3日4日ずっと推移してるんですよ。だから、このサポートラインも1日だけ割れ込んで、どうのこうのじゃなくて、もう3日間ぐらいずっと割れ込んでるんで、ちょっとこれはね、このサポートラインの裏タッチがやっぱり上値をさらに重くしている側面もあるので、週足今の状態でやっぱり確定しそうだなと。ってなると、やっぱりこう 3.5 ドル付近までの下落っていうのは、当然今ね、注意しておかないといけないところですから、現物購入をする方は、ちょっと待っておいてもいいかも。下落待ちしておいてもいいかも。まだ安くなってね、買える可能性がありますから、もうちょっと待ちかなと。で、FX 関係の方も、もう、これね、こう、もう三角もちろん下に割れ込んでいて、週足の雲も上が邪魔。高値を結んだラインも当然これね、いわゆる重なって邪魔ですから、それを加味するならば、FX 関係で勝負していきたいなと思う方は、もう、この、高値を結んだラインもクリアしてから入っていった方がね、いいかなと。もうまだまだ先ですけれども、まあ、7.6 ドルとか、このあたりをつけてきた時に FX 関係勝負していけば、かなり上値がね、軽くなる。雲中突入もしてますし、高値を結んだラインもね、突破しておりますから、上値をぐっと伸ばしていける可能性があります。まずは直近高値の 9.7 ドル、まあ、10ドル付近。で、そこを抜けていければね、週足雲の上端値、うん、本当にこのあたりぐらいまで、ね、16とか15ドルとかね、このあたりぐらいまで迫ってくれる上昇、迫ってくる上昇がね、ある可能性がありますから、FX 関係勝負は 7.6 あたりを超えてからがいいかなというふうに思いますので、ここはね、一つ意識しておきましょう。よろしくお願いいたします。まあ、今ね、サポートライン割れ込んでますから、そういった意味で言うと、あとほら、3日4日割れ込んでるんで、逆に言うと割れ込み直後ですから、ショートチャンスっちゃショートチャンス。うん。これ上に上がってきて、もう一回サポートラインちょっと乗っかってきてから、損切りをしていくとかね、損失を抱えたくない方は。だから、今ぶっちゃけショートチャンスネイチナーいますよーっていうのは押さえておいてください。逆に言うと、ロングじゃないです。ショートですっていうところ。うん。戻り売りがね、やっぱこう上に上がってこいもなかなか上げられずに下に落ちてきて、ビットコイン、イーサリアムもあまりよろしくなく2万5000ドル付近をつけてくるんであれば、イーサリアムであれば、1700ドル付近をつけてくるんであれば、本当にそれこそ 3.5 ドル付近までね、バリーと下を掘っていく可能性がありますので、ショートインをすればね、利益が持たれる可能性がある、ありますからね。今はロングよりもショート相場かなというふうに思いますので、ここはね、押さえておきましょう。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。今日の最後ですね。今日の最後、ライトコイン、ライトコインをね、見ていきたいというふうに思いますよ。L、L、L、L です。どこにいるかな ?L。はい、ライトコインですね。どこにいるかないました。はい、こちら、行きましょう。ライトコインなんでございますけれども、ただいまの価格、ちょっとね、日足レベルでどうのこうのよりも、月足見ましょう。はい、月足。いきますよ。で、なんで月足を見ていくのか。さっき言ったように、半減期関係のね、話をちょっとここには織り交ぜていこうかなと、もう そろそろ意識されてくるかもしれませんから。で、1回目の半減期が、ちょっとこの中にデータがないんですよ。うん。今ここスタートが2016年の8月でしょ?で、ライトコインの1回目の半減期がね、2015年の8月25日だったんですよ。だからこのまだ前なんですよね。8月25日、2015年。で、この時はコードで言いましょう。この時は、2015年の5月、6月、7月。は、一応ね、プラスで終わっていった。だから、半減期が意識されて、プラスで終わっていったんですよ。で、8月は半減期があったんで、8月25日にね、一気に、いわゆる売り込みがあって、利益確定が入って、マイナスをつけていったという形になっております。だから、半減期の3ヶ月前から上昇を開始していった感じ。で、2回目の半減期。だから、今回ある半減期の、ま、1個前ね、2回目が、2019年の8月の5日にあったんですよ。ここ。2019年の8月。だから、ここかな ?2019 年の8月。ここに半減期がありました。今、点線ライン引いてます。ここが、ライトコイン2回目の半減期ね。8月5日でした。だから8月に入ってすぐ。で、これを見ると、いわゆるね、半減期のもう1ヶ月半ぐらい前から。だから、7月のね、7月初めぐらいから、もう、半減期。普通だったら、今までだったらぐっと上がってきてたんですけど、もう半減期がある1ヶ月前ぐらいから、もうダラ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 って下げてきてたんですよ。ただ、その、1ヶ月前、まあ、2、3、4ヶ月前ね。だから、どうでしょう?まあ、もっと前か、それで言うと。だから2019年の2月あたりから。だから、半減期をある程度意識した動きで言うならば、どうでしょうかね。2月、3月あたり ?2019 年の。このあたりから、もう3ヶ月、4ヶ月ぐらい連続でガン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 上がってきて、もうね。一つ、やっぱりこう、どうでしょう、半減期がある、あった後すぐに売ると、やっぱりこうね、ガーッとした下落に巻き込まれるというふうに思った方々が多かったのかな。やっぱこう、利益確定がね、半減期があるよりももうほんと1ヶ月半ぐらい前からずっとやられていたというところなので、ちょっとここが2回目の半減期。OK でございましょうか。で、今です。今。はい。今というのはどういうことか。はい。3回目の半減期かね。今年の8月2日、2023年8月2日。で、今までと全然様子が違うんですよ。今まで1回目、2回目ともに、やっぱり半減期があるという話題で、やっぱりこうね、どうでございましょうか。4ヶ月ないしは3ヶ月前ぐらいからぐーっと上がってきていた。月足で陽線つけていたんですよ。ただ、
今回は、いいですか？今、まあ、5月でしょ？だから、3ヶ月前なのに、まだ陰線でずっとね、推移している。これを加味するならば、で、ね、わかります。4月、3月、ね、あとは、2月もそうです。1月ちょっとね、仮想通貨業界全体が元気良かったんで、バリーと上がっていってたんですけども、そっから翌月はずっとね、ずん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 下がってきている。で、今、状況を見るならば、ちょうど重要なサポートライン付近にいて、なんとか粘り越しでね、ここを守っているような状況。81ドル付近です。OK ですか？ですから、ちょっとこれね、どうでございましょうかね。まあ、半減期っていうのがやっぱり話題として上がってくるとは思うんで、それを加味するならば、ちょっと前もってね、まあ仕込んでおいてもいいんじゃないかなっていうのは思うんです。ただ、こうビットコインのね、やっぱ仮想通貨業界全体を、の動きを牛耳っているビットコインの調子があんまり良くないんで、やっぱそこにも釣られているところもやっぱあるのかなっていうのは思う。そう思うんですよ。ただね、まあ今までの流れで言うと、ね、やっぱりこう、なんだかんだ言って半減期前は、まあこう何ヶ月か連続で上げていっていた。それを加味するならば、今月5月、6月、で、7月売り込みが入ってっていうのを考えると、今月来月あたり、ちょっと上がってきてもね、話題性でですよ。話題性で上がってきてもね、おかしくはないんじゃないかなっていうのは思うんですよ。だからそこを加味して、ちょっと一応ね、まあどうなるかわかりませんけれども、まあ一応今までの半減期の流れをね、見ていきましたと。OK ですか？半減期前の3、4ヶ月前ぐらいからぐーっと今まで上がってきて、1ヶ月前ぐらいから売り込みが入ってきたのが2回目。今回どうなるかわかりませんけども、だからそれを加味するならば、月足レベルで上がってきてもそろそろおかしくはないんじゃないかなというふうに思うので、ここは意識しておいてください。で、大きな上げがね、やっぱり期待が持てるのは、ここでしょう。111ドル。今の流れでいくならば111ドルを超えていければ、雲も突破しますし、雲も突破しますし、週足長期の移動平均も突破しますからね、111ドル超えていけば、一気に真空状態になって、150ドルぐらいまで迫っていけるような上昇がね、やっぱりこう見ていけるかなというふうに思いますので、ここはね、押さえておいてください。で、100、どうでしょう。48、150ドル付近っていうのは、ちょうど2回目の半減期があった時のトップをつけた値位置なんですよ。だからこの150ドルっていうのはね、111ドルを超えた後にちょっとこうついていってもいいかも。ちょっと高値掴みになる可能性はありますけれども、 FX 関係でも110ドルあたりを超えてロングインして、1枚あたり40ドル幅ぐらいが一気にパーンと取れる可能性がありますから、ちょっと FX 関係の戦略もね、面白いかもしれません。110ドルを超えていければ。だから今ちょっと上値をね、抑えられているんで、どうなっていくかはちょっとこうね、短期的にはわからない。移動平均線も重いし、雲の上端値もあるので重いですけれども、まあ今までの流れで言うとね、今ぐらいから上がってくるような流れが出てきておりましたから、ちょっとね、まあ様子を見ながら、ポジションをね、ちょっと構築していくっていうのはありかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のね、配信は以上となります。そして明日の配信なんでございますけども、それこそ明日はね、週明けなんですけども、ちょっと大きな動きがあったらね、しようかなので、明日あれですよ、仕事ですね。あれがめちゃめちゃちょっと明日忙しいんで、ちょっと収録ができない可能性がありますから、その時は、ツイッターの方で流しますからね、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のね、配信は以上となります。また明日からね、新しい週が始まりますよ、皆様。もうね、5月も半ばになりまして、本当に本当にね、夏が来る一歩前に今なってます。普通の気候的にもね、一歩前になってますから、こっからね、皆さんでこうね、いろんな焼肉食べたりとか、美味しい食べ物ね、食べたりして体力つけてガーッとね、いろんな相場であるとか、実生活も含めて元気よくね、行きましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のね、配信は以上となります。またまた次の配信でお会いしましょう。では、バイチャ。